はい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 。毎日新聞の記者が、外務省の女性事務官と強引に抜き抜きポン。それを脅しの道具に使って国家機密を盗みました。そして、さあ、国家機密をすっぱ抜いたと、うおーと報道したところですね、日本全土からですね、強引に抜き抜きポンをして、女性を脅して国家機密を盗むとは一体何事だということで、叩かれまくりました。裁判になりました。有罪になりました。毎日新聞倒産しました。どうも、やめのこまさんでございます。今言ったことは全部事実です。というわけでですね、西山事件行きますか、西山事件。私ですね、西山事件ね、つい先まで私知りませんでした。しかしですね、今日のね、サンデーモーニングで、みんな大嫌い、青木リー、みんな、いや、この人だ、青木なんていうのに名前。俺前調べた記憶があるんだけど、忘れちゃったよ。ほら、イサオでいいの？イサムでいいの？まあもう、でもこいつ中国大好き、韓国大好き、日本大嫌いだから、もう青木リーでいいですよね。はい。青木リーさんがですね、何やらね、サンデーモーニングでですね、いや、惜しい方を亡くしたと。で、西山さんというですね、元毎日新聞のですね、この男性記者、91歳らしいですよね。惜しい方を亡くしたと。この方はですね、日本国とですね、アメリカ国のですね、なんか、機密情報を暴いた素晴らしい記者だったのにとかいろいろ言ってですね、青木リーが褒めるということはね、きっと悪い奴なんだろうなと思っていたらですね、ツイッターら大騒ぎ、ツイッターら大騒ぎ、こんなお前、準強姦の犯罪者じゃねえかということで、大騒ぎになりまして、今ね、ツイッターの中でですね、トレンド入りしました。西山事件ね。でも西山事件をですね、私知らなかったから、ちょっとアーカイブに残したいなと思いましてね、今ね、動画を作っておりますわ。ほんでですね、これね、何かっていうと、ざっくりと先にね、西山事件っていうのは何かっていうと、50年ほど前に起きた事件なんですよね。これ、産業でまとめてくださってるね、ツイッターの方見つけておりますので、簡単に言えば、西山事件を風化させるな。これはですね、毎日新聞の既婚のね、記者がですね、泥酔をしたですね、外務省の既婚の女性と強引に抜き抜きポン行為に及びまして、この時点で不貞行為で、かつ準強姦罪なんですよね。そして、それをネタにですね、ゆすって機密情報を漏らさせて、漏らすことを要求したと。この時点で強要、そして脅迫罪なんですね。ということをやったんですよ。さらにですね、機密情報を盗みまして、それがですね、明るみに出るとですね、なんと、裁判になるわけでございますよ。で、この、ね、明るみに出たらですね、もうこんなひどい取材の仕方をしている時点で、もう何の言い訳もできないじゃないですか。しかしですね、これ負けない毎日新聞、報道の自由を盾にしてですね、私たちが得た情報は、これは国家を揺るがす機密情報なのでございます。こういう情報を得るためには、何をやってもいいのでございます。これが報道の自由なのでございますって言ってですね、結果的にどうなったのか、この裁判ですね。西山事件の最高判決を読んだら、報道の自由はすごく重要だよね。だからといって、何をやっても許されるわけじゃないんやで、と思いっきりをダメ出しをされて、有罪確定するというですね、いや、裁判官の方はやっぱり常識がありますよなと、いうのがですね、今回の事件なんでございますよ。で、これをですね、これ今回ね、事細かくですね、これ読んでいこうかなと思うんだけど、まあ、もう一回ね、もうちょっとざっくり言うということですね、これもともとはですね、なんか日米の沖縄返還におけるですね、機密情報があったんですよね。本来であればですね、現状復帰をですね、米軍のね、アメリカ側のお金でやってですね、日本に返してもらわなきゃいけないのに、その現状復帰みたいなものをですね、日本が費用を肩代わりするということをですね、密約が結ばれていたと。という情報をですね、この西山さんという毎日新聞の記者がですね、外務省の事務次官の女の子と抜き抜きポンをやって、それを脅して、その情報を得たという話なんだよね。で、この機密情報に関してはですね、日本政府最後の最後まで、とぼけております。とぼけ切ってですね、終わったみたいなんだけど、まあ、密約に関してはね、俺の個人の見解言って、多分ね、あったと思いますよ。だって日本でさ、今でもさ、アメリカの属国みたいなもんじゃないですか。これだけじゃないと思うよ。機密なんて山ほどあると思いますから、もうそのくらいのことを、まあ、一般人だったらみんな知ってると思うよというから、あんまり俺注目をしていないという内容だったから、だからこそ俺この西山事件に気がつかなかったのね。ほんでさ、俺思うんだけどさ、毎日新聞の記者ってさ、なんでこいつらが起こす事件って大体ね、エロ絡みなんですよ、エロ絡み。ちょっと前の事件言っていい？2001年から2007年まで、これね、俺1年以上前にね、動画にしてるんだけど、これね、海良木さんがですね、教えてくれた記事でございます。毎日新聞がね、英語でですね、日本のことを紹介するインターネットサイトを運営していたんですよ。2001年から2008年までの7年間くらいですかね。その中で、毎日新聞、日本人女性のことをなんて紹介していたのか、これが大問題になってですね、毎日新聞というのは信頼を失うということがあったんだよね。読んでみる。一個読んでいこうか。ちょっとね、読めない文章があるんだよね、いくつかね。まあ、しょうがない。これ、今から何回これね、俺が主張してる内容じゃないですよ。僕が主張してる内容じゃないんですよ。毎日新聞がね、英語でね、日本人女性のことを海外に対して、こういう風に伝えていたという情報でございますよ。ね、だから俺が言ってると勘違いしないで、ね、もう内容がちょっとエグすぎてね、はい。思春期の受験生の集中力を増すために、女性はですね、母親はですね、息子をペロペロしてですね、性的な欲望を解消すると、そんな母親いるんでしょうか。はい。いたとしても気持ちが悪いんですけど、はい。24時間間オルガズムが止まらない病気で苦しむ日本人女性の数が増えている。ちょっと本当ですか？こういう病気があること自体は知ってるんですけど、本当ですか？見たことないんですけど、日本人は食事の前にその材料となる動物とぬきぬきポンをする。日本人のことを何だと思ってるんでしょうか？僕ら豚や牛とぬきぬきポンするんでしょうか？まもなくコオロギとぬきぬきポンでしょうか？はい。日本古来の米祭りはアダルトビデオ業界がガンシャと呼ぶものに非常によく似ている。米をなんちゅう例えするんだ、お前。それ確かにね、あれはね、米から作られてる可能性はありますよ。でもね、米農家に対して最大の侮辱でございますから、こんなね。日本人の若い女性は、ファーストフード、主にマックを食べると、性的狂乱状態になるという形でですね、マクドナルドさん、これはね、毎日新聞、俺は訴えるべきだと思うんだけど、これどうだろうかね。はい。日本人主婦はですね、みんなコインランドリーに付属のコインシャワーで売春をしているという形でね、何回も言ってるけど、これ俺が言ってるんじゃないからね。毎日新聞が、ね、イギリスとかアメリカに対して、日本人女子のことを紹介するときに、こうやって紹介したって文章でございますからね。勘弁してよ、ほんとね。はい。そして、日本人のティーンたち、10代の女の子たちは、バイアグラを使って、うさぎのようにセックスをしている。はい。日本のですね、最新の流行、70歳の売春婦。そんな話聞いたことないんだけど、うん。老人の売春婦の人気にもかかわらず、日本では小学生の売春婦にも仕事がある。屋外でセクウスをすればですね、犬の散歩がもっと楽しいものになる。はい。日本の女子高生は刺激のためにノーブラとノーパンになります。見たことがありません。AV ビデオの中でも見たことありません、そんなの。日本人女性のですね、55% は出会ったその日に男と寝る。はい。日本人のですね、看護師はですね、仕事場に、ブルブルレーターを持参しておりまして、日常的にアナリスト研修に興ずるという、ポケモンの意味は勃起した陰茎のことである。もう本当にもうええ加減にしてくれ。俺、ちょっと待って、これね、俺が考えた文章じゃないからね。毎日新聞がこうやって日本人女子のことを紹介していたという話なんですね。で、これがですね、大事件になりまして、毎日新聞はインターネット上での情報の、信頼をなくしたと。その毎日新聞がインターネット上には嘘が溢れてるとか言ってるわけなんだけど、うん、まあ、お前らが嘘を流してるからさ、という話なんだよね。だからですね、毎日新聞からはね、エロ絡みが多いんだよね。だからね、元毎日新聞記者の桜ういろ、お前、もしくは絡んだ女性さんたちのお前、どえらいことやってねえだろうな、桜ういろ。ちょっとですね、桜ういろと絡んでいた女性の方々、何かおかしなことをされたということがあったらですね、ちょっと告発をした方がええと思いますよということですね。はい、そのね、この、なんだろう、毎日新聞、エロの歴史の大元になっているのがですね、この西山太吉さんというですね、先日亡くなられたですね、記者の方、91歳の方なんだよね。この方がね、50年前に何をやっていたのかね。それがですね、さっき言った文章なんだけど、ちょっとこの文章面白いから読んでいきますか。これね、もう一言一句漏らさずですね、私のですね、ちょっとアーカイブにね、残しておきたいなと思いましたので、ちょっと行きますね。どっから行こうか。はい、これね、別名、西山事件と呼ばれてます。西山事件、経緯から行こうか、経緯ね。さっき言った通りなんですよね。経緯はですね、第3次佐藤内閣の1971年、日米間で結ばれた、この沖縄改正のね、沖縄返還協定に関して、アメリカが地権者に支払うですね、土地現状復旧の費用、約40万ドル、時価で約12億円ですね、をですね、なんと日本政府がですね、アメリカが中国政府に、秘密裏に支払うとね、アメリカに支払ってもらうべきお金をですね、日本政府がしょうがないから支払っていたという密約が存在することの情報を検察側の主張に遡れば、西山はですね、これね、女性事務官で、これ抜き抜きポンをしてですね、強引に得たのがこの情報なんだよね。この女性事務官に酒を飲ませて泥酔させて、上でですね、半ば強制的に肉体関係ですね、これね、を結びまして、その関係をもとにですね、外務省の極秘伝聞の副社を盗み出させ、この情報を得たと。これはですね、大蔵省の福田武夫とですね、アメリカ財務省長官デビッド・ケネディとのですね、会談内容であったとね、表向きのですね、沖縄返還交渉は、外務大臣とですね、そのアメリカの国務長官のですね、ロジャーズさんが行いましたが、細かい金銭のやり取りは、福田とケネディが交渉の担当に当たっていたそうでございます。人目を避けるためですね、福田とケネディは、バージニア州のフェアフィールドパークにある密談のための施設で交渉しましたと。その結果、日本はアメリカの施設の引き渡し費用、及び終戦直後のですね、対日経済援助への謝意としてね、ありがとうの気持ちとして、なんと3000万ドルをですね、支払ったそうでございます。西山が知ることになった400万ドルは、どうもその一部だったそうでございます。そしてですね、これ1972年ね、日本社会党の横地さんという方と、樽崎さんという方がいるのかなはですね、西山が提供したですね、この西山が抜き抜きポンで提供を受けたですね、この外務省の超極秘伝聞のですね、コピーを元にですね、極秘伝聞のコピーを手にですね、国会でこのことに関してですね、密約があるじゃないかってこう追及をしたらしいんですよね。この事実が大きな反響を呼びまして、世論は日本政府を大きく非難しました。そして政府はですね、外務省極秘伝聞コピーが本物であることを認めた上で密約は否定しまして、一方で情報源を内密に突き止めました。ね、これはね、毎日新聞の記者の西山が、機密文書をコピーする際に、取材源を秘匿しなかったこと。これは外務省のね、女の事務官から得たんだって言っちゃったらしいんだよね、どうもね。うん、ほんで、これをですね、さらに、提供された横地が、伝聞のコピーをそのまま政府に渡したため、決裁欄のですね、陰影からですね、漏洩元が女性事務官であることがすぐに露呈してしまいましたとね。で、首相のね、当時のね、佐藤栄作さんはですね、西山と女性事務官の不倫関係をつかむと、ガーンと一発やってやるかということで、一転してですね、強気に出たわけでございますよね。大マスコミがですね、こんなね、女性事務官をですね、抜き抜きポンして、それを理由に脅して、機密文書を盗むと、こんなことが許されていたらですね、日本の民主がむちゃくちゃになるということを言い始めたわけでございますわな。でですね、西山と女性事務官は、外務省の機密文書をですね、漏らしたとして、4月の4日にですね、公務員法違反の疑いで逮捕されました。西山はですね、1971年の6月18日付の、毎日新聞紙面上においてですね、沖縄返還において、土地現状復旧費用のですね、密約をですね、ほのめかす署名の記事をしているが、外務省の極秘伝聞や、具体的な密約の中身には言及していないために、機密文書そのものや、具体的な密約の中身をスクープしたものではなく、外務省の極秘文書や、具体的な密約の中身の存在が明らかになったのは、毎日新聞として報じる前に、政治家に情報提供したことによるものであるということが確定しました。毎日新聞はですね、この時点で、両者の関係を把握していたとされています。抜き抜きポンの関係を把握していたと、使用担当記者のですね、田中はですね、検察がですね、西山太吉記者と女性事務官との関係を切り込んでくるのは目に見えていた。低俗な倫理観で揺さぶられてはたまったものではないという形でですね、起訴まではですね、事実報道に徹して、裁判段階で反撃に転じる方針を主張しました。しかし、この西山の逮捕を受けた社会部会はですね、西山記者の逮捕は言論の自由に対する国家権力の不当な介入であると、断固として反権力キャンペーンを展開するべきだという意見がですね、大勢を占めまして、なんと慎重論が押し切られてしまったそうでございます。ちなみにね、このままこれね、毎日新聞はいろんなね、判断をミスってるでしょ。ミスった上で最終的には毎日新聞で倒産します。倒産するんだって、俺知らなかったよ。倒産しなんだね、毎日新聞って。はい、断固としてですね、反権力キャンペーンを展開するべきだとする意見がですね、大勢を占めて慎重論は押し切られてしまったと。そしてですね、毎日新聞はこの西山逮捕後からですね、大規模な知る権利キャンペーンっていうのをですね、展開したそうなんですよね。で、他のね、新聞もですね、最初はですね、西山を逮捕した日本政府を言論弾圧だとして非難をしてですね、西山を擁護したそうなんですよね。で、佐藤栄作はですね、そういうこと、言論の自由で来るんであれば俺は戦うよ。料理屋で女性と出会っているというが、都合が悪くないかね、と不倫関係を匂わせては跳ねつけ、4月の8日にですね、参議院の予算委員会で、国家の秘密はあるのであり、機密保護法制定はぜひ必要であると。この事件の関連で言うのではないが、彼での持論であると主張しました。つまり、国家として国民に秘密にしとかなければならない情報っていうのはどうしたってあるよね、と。まあ、アメリカでも世界のどこでもあるんだよね。という話で、これをですね、女との関係を使ってばらまくとは何事だという話なんですよね。この頃になるとですね、各種の関係者間で両者の関係が噂されまして、当時、朝日新聞のですね、社会部記者の、岩樽博はですね、毎日新聞を応援する記事を書いたが、デスクからあんまり拳を高く振りかざすなよ、と釘を刺されたとね。それは男女関係のことで国民がわーわー騒ぎ始めてるから、これ毎日新聞の味方をしてたらワンチャン俺たちもやべえぞって言ったわけでございますわな。その間にですね、週刊新潮がなんと不倫関係を見事にスクープしました。4月の15日に起訴された、容疑者両名の起訴状で、東京地検特捜部検事の佐藤氏がですね、密かに上通じ抜き抜きポン、これを利用してとね、二人のですね、男女関係を暴露する文言を記して、状況がなんと一変したわけでございますよね。起訴状提出の当日、毎日新聞は夕刊に本社会見会とお詫びというのをですね、掲載しまして、両者の関係をもって知る権利の基本である入手取材に制限を与えたり、新聞の自由をですね、束縛するような意図があるとすれば、これは問題のすり替えと言わざるを得ませんとね。我々は西山記者の修行についてお詫びをするとともに、同時に問題の本質を見失うことなく、主張するべきは主張する態度に変わりがないことを重ねて申し述べますとね、しましたが、なんかそれっぽい言い訳をしたんだけれども、実際は以後この問題の追及をなんと一切やめてしまいましたと。いやそりゃそうですよ。抜きポンでね、外務省の女性事務官をですね、脅していたんですよ。もうその時点で完全にアウトじゃん。ね、それが分かってるから毎日新聞はこの時点でね、追及やめちゃったんですよね。4月の16日に作家の川端康成が自殺をして、各種の注目はね、そっちに移ってしまったと。その後ですね、週刊新潮が機密漏洩事件、美しい日本の美しくない日本人というですね、いう形で新聞批判の論調で大きく扱いまして、女性誌やテレビのワイドショーなどが、この毎日新聞の西山記者と女性事務官は共に結婚をしているのに、西山は酒を飲ませてベロベロにさせて、強引に抜き抜きポンをして、それを武器に情報を得ていたとは、なんとけしからんということでですね、批判を連日展開しまして、世論は西山と女性事務官を非難する論調がもうほとんど多数になってしまいました。裁判の審理もですね、男女関係と機密資料のですね入手方法に終始をしたという形でですね、あー、抜き抜き本一色になったという話ですね。これね、俺が生まれる前にこんなことがあったんだな。でですね、その裁判の様子でございますね。刑事裁判、女性事務官はですね、求刑された罪状を全面的に認めて、改審、つまりですね、改心しましたという情で訴えましたとね。だから女性事務官はですね、大変申し訳ありませんでした、つって本当のことを喋り始めたらしいんですよね。西山の有罪を目指しました。これでね、西山側のですね、社会党の市川夫妻らによるですね、無実を争う支援を断るとですね、検察側は論告求刑で、これは女性側の改心したんだという表れだと主張しました。そして、当の西山はですね、密約の重大性と報道の自由を主張するわけでございますよ。これね、こんなね、アメリカと日本の間で、ね、こんな密約が結ばれていたと、そっちの方が大事な事件じゃないですかとね。そしてこの報道の自由をですね、いろんな形でね、女との関係とかわけのわからんこと言ってですね、報道の自由をですね、既存するとは何事だって言い始めたんだけども、でもね、世間はそんなんじゃ許さなかったという話なんだよね。男女関係に踏み込むことはですね、西山君は基本的に避けたわけでございますよね。国家公務員はですね、本来性的自由や人権の尊厳をですね、保護法益としていないと。検察はですね、直接の罪状である書類の持ち出しについては触れず、女性事務官が西山に抜き抜きポンによってそそのかされたことの主張に専念をしました。そして検察側の証人はこの密約についてはですね、なんと記憶にありませんと述べまして、守秘義務を理由に一切答えなかった。これでね、密約関係に関してはですね、もうとっとと逃げていったんだよね。まあうまいことやるな、日本政府もな。まあそれではいいんじゃないな。それでね、まあ西山がですね、女性事務官に対して、君や外務省には絶対に迷惑をかけないとね、ベッドの中で抜き抜きポンをしながら言い放ったですね。にもかかわらずそれを保護にしたんですよ。なんと西山はですね、これね、もうこの女の子はですね、吸える情報は全部吸ったと、判断した時点でこの女の子を捨てています。だから女性事務官ガン切れしたんだよね、その後ね。でもいいようにもてあそばれたということでございますわな。保護にしたことや取材対象として、ですね、利用価値がなくなると西山は態度を急変して、なんとこの抜き抜き本関係をですね、消滅させたことをですね、女性事務官が証言してしまいまして、この西山の腐った人間性が問題視されました。西山はですね、この男女関係を積極的に争わなかったが、1973年10月12日のですね、最終弁論で女性事務官とは対等の男女の関係であり、西山が一方的に利用したものではないとしてですね、高木弁護士がですね、反論したそうでございます。しかし女性事務官やその夫からですね、夫がいかにもですね、私の紐であるかのような表現をですね、この西山は繰り返したんですよとね、夫は激怒しております。そしてですね、男のメンツにかけても離婚の決意をせざるを得なくなったという形でですね、結局、この西山との関係が原因でですね、離婚に追い込まれてるんだよね。週刊誌で批判されました。実際はですね、紐やそれに類する発言はなかったそうなんですが、西山はこの法定外発言を避けまして、女性事務官夫妻のですね、主張のみが大きく報じられるという形になりました。そして映画監督のですね、大島渚さんはですね、2人が逮捕された後の1972年4月14日付の毎日新聞の夕刊でですね、言論の自由というような抽象的な問題に立ち戻ってはいけない。佐藤首相の人間的な反応に振り回されてはいけない。問題はあくまでも佐藤内閣が私たちに何をしたかであると、知る権利などというのは自明のことだと、極秘資料のですね、すっぱ抜きに次ぐすっぱ抜きをですね、今日今こそ日本中をすっぱ抜きした極秘資料を持って溢れ返させることだという形で、毎日新聞をですね、大島渚さんはですね、でっかい声で擁護したわけでございますよね。この間に女性事務官は毎日新聞社に対して慰謝料として3000万円を要求しまして、毎日新聞は12月に1000万円を支払ったという形でですね、うちの記者が抜き抜きポンして脅しちゃってごめんなさいという形でもうお金を払ってたんだよね。そしてですね、これ第1審と第2審どうなったのかちょっと見ていこう。はい。この一審のですね、東京地裁判決で西山は無罪になりました。おー、なんだって。女性事務官はですね、なんと懲役6ヶ月、執行猶予1年となって、女性事務官の方の罪が問われたとね、公務員として情報を漏洩させたことでしょうね。そして女性事務官が無罪を争わずに、一審でですね、有罪確定すると同情されてしまいまして、西山へのですね、反感が高まるわけでございますわ。マスメディアはですね、密約の有無を扱わずに、政府責任の追及を止めました。ね。そして、女性事務官はですね、一審判決後にですね、失職をし、離婚を余儀なくされた夫妻は西山の批判を週刊誌などで繰り返しました。西山も一審判決後にですね、毎日新聞を退社して田舎でですね、家業を継ぐという事態に追い込まれました。そして二審でございます。二審はですね、これね、検察側は、国家機関によるですね、秘密の決定と保持はですね、行政府の権利及び義務であると前提を付けた上で、報道の自由には制約があるんだとしまして、主張しまして、国家公務員法の守秘義務は、非公務員にも適用されると主張しまして、報道の自由がいかなる取材方法であっても、無制限に認められるかどうかが争われました。要するに、報道の自由というのがどのくらい強いのかというのがね、争われたんだね。東京高裁ではですね、指定秘密とされる情報は、国家の利益に反するとの判断により、秘匿されるですね、申請秘密、時の政府のですね、政治的利益のために秘密をされるですね、議事秘密、この議事秘密の中にですね、政府が憲法上受験されていない事項に関して、行動したために秘密にされる憲法違法秘密がある、ごめんなさい、意味わかりません、議事秘密であるとですね、主観的に、判断されたことについて、確実な資料や根拠に照らし、相当の理由があると客観的にもですね、公認しうる場合、違法秘密であるとすると、国家公務員国家公務員法違反に触れる手段方法を対応を用いてでも緊急に取材して報道しないと現憲法機構がですね瓦解または崩壊しかねないほどの重大なものであると信じて行動したことに相応の理由があると認められる客観的にも公認しうる場合は個別に違法性が阻却され刑事免責がなされる余地があるとした上で誰か代わりに読んでくださいとした上で6月の7日頃の要求についてはですね議事秘密と信じた相当の理由があるとして無罪としたが5月22日から26日にかけての要求については議事疑惑と信じた相当の理由がないとして起訴内容の一部を有罪としてなんと西山に懲役4ヶ月そして執行猶予1年の有罪判決が下されるとついに西山に有罪判決が下るというのがですね二審でございますなおいちょっと誰か読んでくんねこの文章難しいんだけどとってもはいそしてもうちょっと終わりよはい最高裁最終的な最高裁はどうなったのかコーヒー飲めます最高裁はですね、原判事態、アメリカ請求権問題の財源については、日米双方の交渉担当者において、円滑な交渉妥結を図るため、それぞれの、対内関係用の、考慮上を秘匿することを必要としたもののようであるが、憲法秩序に抵触するとまでは言えるような、違法秘密と言われるものではなく、実質的に秘密として保護するに値するもの、当初からですね、秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と抜き抜き本関係を持ちまして、この女性がですね、右関係ってなんだろうね、右関係のため被告人の依頼を拒みがたいと、要するにもうほぼ脅していた状態だったんだろうね、だからこのね西山の要望をね拒めなかったんだよね、ばらされるって困ったんだろうな、拒みがたいですね心理状態に陥ったことに乗じてですね、この秘密文書を持ち出させたなど。取材対象者の人格を著しく蹂躙した本件取材行為は正当な取材活動の範囲を逸脱するものであるとね、報道機関といえども取材に際してですね、他人の権利、自由をですね、不当に侵害することができる特権を有するものではございません。マスコミはそこまでの力を持ってはいけないとね、判断をして、秘密の正当性及び西山の取材活動について違法性と報道の自由が無制限ではないということをはっきりと認めました。ということなんだよね。そして、ね、その影響です。西山事件後ですね、なんと毎日新聞倒産してるんだよね。毎日新聞の発行部数が減少し、全国紙の販売競争から脱落してしまいました。毎日新聞はですね、オイルショックによる広告収益の減少等もありまして、経営が大悪化しまして、1977年にはですね、債務超過に陥って、新旧分離を余儀なくされ、この新旧分離というのが事実上の倒産だらしいんですよね。倒産しました。当時ですね、週刊新潮の編集部員だった、亀井敦さんによるとですね、新潮社のキャンペーンは極めて好評で、一般読者から無数の激励があったばかりか、毎日新聞社のですね、内情を知らせる情報が次々と持たされたというと、亀井さんはですね、この経験で、週刊新潮は言論によるですね、テロリズムの効果と、その商業的な国法をですね、得得したのだというと、振り返っていると、要するにこの毎日新聞をですね、倒産させるまでに追い込んだ、この経験が、その後の週刊新潮に生かされましたということでしょうな。政治部の記者がですね、職務上接点のある野党の国会議員に情報をリークしたことが、特に問題視されたことから、この事件以降ですね、メディアにおいて日本政府国の不祥事は政治部ではなく、社会部が担当するようになりましたと、リクルート事件が代表的な例であるという形でございますわな。ということで、この公文書の大体そんなもんか。で、あとはですね、まだ西山さんがですね、不当だっていうのがいろいろ言ってたんだけど、結局こいつの取材体制っていうのは、間違えていたと、裁判官がですね、最終的に判断づけているというようなお話でございました。ということですね。毎日新聞ってすごいな。なんか毎日新聞ってさ、なんか、お前ら、大丈夫でね、困ったことにね、このね、西山事件っていうのはどう考えても、マスコミ側がですね、もうやりすぎた、行きすぎた、で言って国民から叩かれたんだけれども、今日のね、昨日の夜か、昨日の夜この西山太吉さんが亡くなったっていう情報をですね、見た後、流れた後、新聞各社がですね、どんな感じで報道してるのかなーって言うと思うとですね、もうすべて美談、すべて美談、美談中の美談ばっかりのね、報道してるんですよ。これが、つまりね、マスコミっていうのは、この西山事件に関してですね、全くですね、全く反省をしていないんです。マスコミっていうのは、もう少々悪いことをやったとしても、国家のですね、その犯罪、悪いことをですね、暴けるのであれば、どんな悪いことしてもいいんですという姿勢をですね、これ貫いてるんですよ。だからですね、これね、ほんと、お前、だって、わかるじゃん、わかるじゃん。この桜ういろの事件見てもわかるじゃないですか。ね。なんか、匿名アカウントを利用してですね、保守の方々をですね、粘着をして、なんかもう、攻撃しまくっていたわけでございますよ。これが、毎日新聞出身者の正体で、そして何よりも怖いのは、このね、西山事件ね、これだって、女性外務官、女性、なんだっけ、外務省のですね、女性事務官というのは、これによって離婚もしてますし、その後人生めちゃくちゃなってるんですよ。ね。これはもともとといえば、この、毎日新聞の記者が、西山、もうおじいちゃん、あんた50年前にどうやらことやってるな、このおじいちゃんがですね、抜き抜きポンをやってですね、で、それがバレて世界中で、日本中で騒がれたっていうのが元じゃないですか。でも、ね、多くのマスコミは困ったことで、これ見てみ、この西山太吉で検索してみ、どの新聞社も、ほぼ美談として報道してるから。つまり、マスコミは、一切反省してないです。全く反省してないです。最高裁が、そんな取材の仕方はどう考えても間違ってると判決付けているにもかかわらず、でも一切、反省してないです。これがマスコミなんです。ということで皆さん、マスコミを相手にするときは本当に気をつけてくださいね。おい、抜き抜きフォンされちゃうぞということで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。